苦労がしっかりこう政治の動向を見てるっていうことが伝わってきた。薄っぺらい知識でしたけどね。デ 薄っジぺらタいル表庁。面の。そうそう。そんな薄っぺらいあれでしたけど。社会科の先生、いかがでしたですか？いやー、目の付けどころがやっぱりね、本当に日本はそれこそ中国、アメリカに出遅れるのでね、そういうもんまだ入してやりましょう。官房長官の菅さん言うてやってもらいましょ私もね、う。チすいまャイせナん。最初ごにめんな入れさるかどうしようい。うん。うん。か迷ったんですけど、チャイナとマラカスが同時に来たんで焦りましたね、さあ、すがそうだに。ね、そうだね、ちょっとコンビネーションが悪オうンごラインざいなまらしでた。はのですよね、多分。こう、ここがね、ずれがあって言ったのが分かんなくて、ほぼ同時に来ちゃうみたいな。ですよね、多分これね。も、ズームの、こう、あるわで、そうですよね。逆になんかいいですよね。だったら、多分こんな風にならないじゃないですか。次、ならない。私行く、僕行くっていう、なんかこう、暗黙の了解みたいなのがこう、あるから、こう、ズームならではというか、これはこれでなんか楽しめるんかなとも思いますよね。お互い似合ってるんだけれども、なんかその時差があるから、そう、あれ？あ、私に言ってって思ってたけど違ったのね、みたいなね。そう、あ、言ったらその時差っていうのは、多分そのデジタル上の、それこそデジタル上の時差で、お互いに、あ、ここが一番いいタイミングっていうのが測られてるってことだよね。そうですね。